ンジュール、マドモス。おっと、逃げ出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくば、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスドも。おのれ、卑怯な悪の手先め。しかし、この程度で正義のヒーロー、スカロマニアをどうにかできると思わないことだな。何を笑っている？ん？先ほどから何か体に違和感が。正義のヒーローはこれくらいでは動じない。動じな？なんだこれは！凄まじい能力だ。だがアイスばっかり食べてちゃ強くなれないぜ。こんな姿、アンディやジョーには見せられないな。待っていろ、悪党。このスカロマニアが必ず正義の鉄槌を下す。いや、今はスカロガールと名乗った方がいいのか。だがしかし、そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間、世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。
ディーゴー。いただいた、これだ。タフネスには驚かされるぜ。まったく、どうして俺がこんな目に。あの変態野郎、目的は一体なんだ。まさか俺の熱狂的なファン、あ、いやないか。この体にもようやく慣れてきた。改めて見るとこのコスチューム意外と悪くないな。ウォンチュ、
finish! You win! いろいろと心躍る技の数々だな。そろそろ体の使い方が分かってきたぜ。ここからは全開でいくぜ。そろそろ決戦の時だな。戦いに敗れた者たちも救出せねば。もう少しの辛抱だ。無事でいてくれ。ここまでは予定通り。残り2人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファイトさせる。エクスプロージョン。出たな、悪党砂怪人。正義のヒーロー、スカロマニア参上。覚悟しろ。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け、叫べ、震え上がれ、オブミューゼック。なんて恐ろしいやつなんだ。私をこんな姿に変えるだけでは飽き足らず、コレクションにする気だと。許さん。君ももう立派なスカロマニア556号だ。共に悪を打ち倒そう。さあ構えるんだ。ボス戦よ。レディーゴー。いただいた。ほら、いくよ。好きだ。クロスワン、ファン、ファン、チッ、クラッ、クラッ、ジム、フッ、クラッ、ランクロー、ランクロー、フッ、ファン、ファン、倒れた。私の姿を元に戻して皆を返してもらおうか。この世界で俺様が負けるとは。俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。
Yes.